こんにちは、立夏だよ。紬だよ。今日のお題はこれ。うん、問題の意味がわかりにくいよ。そういう時は式で表すことで頭を整理してみようね。5つの異なる実数は小さい順に A、B、C、D、E としよう。そして命題 A は不等式を使ってこんな風に表せるよ。一番大きい数である E であってもそれ以外の数の和より小さいという式だね。次に命題 B はこんな風に表せるよ。本当は10パターンあるけど抜粋したよ。2個の実数のうち大きい方の数は小さい方の2倍より大きいってことだね。うん、でもこれって証明できるのかな？存在しないことを証明するのって難しくない？見つからないってだけでどこかには存在するかもしれないじゃん。つむぎちゃん、鋭い指摘だね。実はこの証明には背離法を使うんだよ。背離法？ある命題が成り立たないと仮定すると矛盾が導かれることを示し、そのことによって元の命題が成り立つと結論する証明法だよ。今回の問題では存在しないことを証明したいわけだから、存在すると仮定するよ。命題 AB を両方満たす5個の実数は存在すると仮定するんだね。次に矛盾を導いていくよ。命題 A を式で表したものを思い出してね。次に A より B の方が大きいからこういう不等式が成り立つよね。小さい順に A、B、C、D、E としたんだもんね。そして命題 B を式で表したものを利用するとこうなるよ。 B、C と2個の数を選んだとき、大きい方の C は小さい方の B の2倍より大きいはずだもんね。同様の操作を繰り返すよ。そうすると何かおかしくない？あ、D の2倍の方が E より大きくなっちゃった。これって命題 B と矛盾するよね。そういうことだよ。命題 A、B を共に満たす実数が存在すると仮定すると矛盾が起きる。つまりそんな実数は存在しないということだよ。すごい、存在しないことが証明できちゃった。この背離法の考え方は数学だけでなく日常生活やゲームなんかでよく使われているんじゃないかな。じゃあさ、オタクに優しいギャルの存在証明にも使えるかな。どうだろうね。あはは。もうノリが悪いな。場を盛り上げてあげようっていうアーシの気遣いがどうして理解できないわけ。リッカちゃんって一緒にいてもつまんないよね。先に帰るわ。じゃあね。ブー、つむぎちゃん、外面はいいけど私には全然優しくないよ。いつも雑に扱われて怒鳴られて私ももう限界かも。